はい、どうもこんにちは、加納一馬です。それでは早速テラスハウス31話の感想です。まずは冒頭で、セイナさんのヨガ教室のイベントがありました。屋外でこうヨガをねするっていうね、ああいうイベントあるんですね。すごかったですね、本当セイナさんのポーズがね、もうなんかエクソシストのスパイダーウォークをね思い出すような、そんなすごいポーズでしたね。そして前回タカさんの誕生日会でセイナさんとノア君が、まあ、ゲロをしてキスをしたという、まあ、ゲロキス事件なんてものが実はあったんですけども、まあ、それについてこうメンバーでね噂が飛び交ってたんですよ。でそれを本人にぶつけてやろうと、問い詰めてやろうと名乗りを上げたのが出ました、地獄のエンターテイナーユイさん。彼女がこうゆっくりじっくり問い詰めていくんですね。あのセイナさんってキスはお好きですかとか、セイナさんって好きな人以外でもキスとかできるんですかと、そういうね、まあ、完全にもう回りくどい感じで言ってくので、これがねちょっとねやっぱ失敗だったね。明らかに話の方向性がずれてったから、ちょっとね地獄のエンターテイナーとしてはね、ちょっと消化不良な感じになったので、ここであのアヤさんがね軌道修正してくれるのよ。あのセイナさんはそのキャンプの頃からそのノア君と、ね、いろいろあったんですかというふうに聞くと、セイナさんはいやいや別に何もないよと、マユさんとかユイさんとかと会った時にはもう別に私とそういうふうになるとは思ってなかった、私はこそこそなんかしていない、潔白だ、そういう宣言をしてね終わったんですよ。これもねどうなのかなと思うね。まあそこまで、いや俺はね意外と結構それなりな関係には来てるんだけど、でもテラスハウスでは爽やかな恋愛模様を見せていきたいというちょっとした魂胆みたいな下心はいやあるんじゃないのかなとね思うね。ちょっとぐらいはねそういうのあると思うんだよな。でこの家族会議終わったかと思ったんですが、終わらなかったんですね。ユイさんがですね、まあ、そのセイナさんにね、またこう畳みかけるように言うんですね。あの私のことは全然気にしないでくださいと、あの本当にオープンにしていただけたんだったらもう全然もう何とも思ってない、もう本当私はね何とも思ってないんで全然気にしないでくださいと、ね、いうふうに、明らかに気にしてない人の言葉の量じゃないんですね、明らかに気にしてんのよ怖かったね。いやなんだろうねあの子はね、すごいプライドは高いんだけど、でもやっぱりこう人間関係の部分であまり経験がないからそこまで頭が回らないという、ね、特殊な人間だね。これからいろいろと覚えていけばいいんじゃないんですかね。そして翔平さんが卒業するということで、テラスハウスにてライブとバーベキューをね開催しました。ここでねなんかそのライブをねやるんですけども、いや歌がうまいね。なんで シティポップスっていうんですか、ああいうジャンルね、よかったんじゃないの普段シティポップスなんか聞かないからさ、良さがよくわかんないんだな俺。でここでねみんなもう大号泣ですよ。やっぱ翔平さんっていうのはさ、あのもうそのテラスハウスの中でも結構なそのバランスを取るタイプの人だったんだなとね思いましたね。ほんと男女分け隔てなくこう付き合ってくれる、そんなねほんとまともな人だったんだなと思いましたね。そしてあとねここで思ったね、あテラスハウスって窯があんだと、窯があんだと、窯ですよ、窯があるんだったらさそりゃさ一回ぐらいピザ焼こうよ、ピザをさ焼いてさ外で食ったらうまいじゃん。ピザ食いてんだよこっちはよ、ピザ作ってるとこ見せろよな。そして翔平さんが出て行って、
リビングでみんなでねワイワイしてたんですけども、まあ、そこでノア君が今日ちょっと体調不良で寝てましたと、ね、そんな風に言ったらもうメンバーとかね、そうスタジオの方もみんな、え、こいつの体調不良って二日酔いじゃねえのっていう、もうそういう空気がね流れてましたね。だってあそこでねもう心配してたのセイナさんだけですからね。なんでしょうね、まあもう本当飽きられてるというか、ちょっとねもうこいつはダメな人なのかなとね、もう周りもみんなも分かってきてるんでしょうかね。うん。そして、タカさんとアヤさんがですね、まあもう本当いい感じになり、そこでタカさんから、スノボーじゃないや、スケボーだ、スケボーデート行こうよというふうに誘われて、もうアヤさんももうルンルンで、ウキウキでね、ああ、それでもう来週ぐらいデート行くんじゃないかなと思うんだけど、でも俺ちょっとね、ここ嫌だなと思った。何が嫌かっていうと、そのね、前回か前々回ぐらいの時に、あやさんからスケボー行きたいなっていうこと言われたから誘ったのかもしんないけど、でもタカさんってちょっと自分の得意なフィールド呼びすぎじゃない？ちょっとそのデートの引き出し少なくないかなってちょっと思うんだよね。まあだって逆に考えたらさ、男からしたらその女の買い物デート行こうよって誘われて興味ない買い物に付き合わされるみたいなさ、そういう雰囲気あんじゃん。だって前のねそのアミさんとかの時もさ、ずっとスノボ行ってたじゃん。ちょっとそのデートの引き出しが少ないよねこの人。俺はちょっとやだなと思ったよ。あとゆいさんは今あれだね、辛い状況だね。だってペア2人いるからね。体育の授業で行ったら2人1組ペアになってっつって1人取り残されるあの状況ですよ。そりゃ辛いよ。そりゃね、もう新メンバーに期待したいよ。ということで、まあ、最後に新メンバーがね登場しました。でその新メンバーというのが、まあ、その女友達2人とね話をしてたんだけど、そこで言ってたのがまず女子力が非常に高いと。そして男部屋で寝るの大丈夫ですかなんてこう茶化されてたり、そしてまあ、現在やってるのか、まあ、仕事にしてるのか憧れてるのか分かんないけど、まあ、そのメイク関係のことをやってるとっていうね、やっぱそのことからしてやっぱりこれは初の LGBT のメンバーがね登場するんじゃないかなと、ね、そういう期待がありますね。ゲイの方のね、まあ、恋愛というのもね、やっぱこれからの時代は多様性ですから、そういうのもね、見せていくべきだとは思いますけどね。まあでも本当にゲイの方だったら、やっぱり本当、ね、男子部屋で寝るの辛いですよね。ね、好きな人がいたらね、辛いよ、そりゃ。じゃあこれで、不思議なね、三角関係。僕は本当は、タカさんのことが好きなんだっていうね、そういう三角関係とかもね、もしかしたら生まれたりするんじゃないでしょうかね。ということで、今回の感想は以上です。それでは、何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それでは別の動画でお会いしましょう。さよなら。